久保さん、今回、丹波哲郎さんにしましょうか。丹波哲郎さんの、丹波、丹波哲郎、死後の世界。なんかね、あの、大霊界か。死んだらどうなる。これか。これかな。うん。なんかあの、昔やってたんですよね。これかな。死んだらどこ行くみたいな。 多分これかな。はい。これですかね。はい。死後ね、どうなるんでしょうかね。<laughs> 死後の世界ね、僕興味あるんですけど、死んでみないと分かんないんで、ここだけはちょっと死なないと分かんないですけど。まあ、あの、死なないと分かんないんで、生きてる時に分かることをやるしかないですよね。うん。なんかあの、結局、今生きていて、今が全てなんですよ。 未来も過去もいろいろあるんだけどもでもその未来も過去も今現在にあるっていうね不思議な世界ですよね今っていうのは、うん、今考えると今考えたことが未来になるしまあこれねちょっと時間軸がちょっとずれるだけであってあの思わないことは思わないんですよね松下幸之助さんとかが、まあ、成功するために思うことが大事だよみたいな話でねああいうそういう話あったりするんですけど 思わないんだったら思わない。つまり、例えば、今日吉野家で牛丼食べようと思わなければ、その未来は訪れないんですよね。でも、その吉野家で牛丼食べようと思えばね、未来は、うん、今日は吉野家食ってるんですよ。うどんを食いたいなと思えば、強く思えば思うほど、うどん食ってるんですよ、未来。だ今思うことは、もう未来につながってるんですよね。ただ、その思うパワーが弱ければ、まあその未来は、 引き寄せられないし、パワーが強いと思ったことは実現化していると。不思議ですね。いってらっしゃい。